戻ったね。まだおったのか。嫌なのかい。鍵縄の完成を見届けた後すぐ島を離れるのかと。船を探したいけど、あんたは鷹の恩人だ。志村様を助けるまで付き合うよ。それは心強い。皆を集めてくれ。なんて言えばいい。これより金田の木に向かい、叔父上を救うと。お前の甥が我が兵を追い回し、けだもののごとく八つ裂きにしている。己らは民に何をした。心根では分かっておろう。我らの望みは同じ。死して名を続く戦をした。わしは誉れをもって武勲を立てた。対馬の好機を正し、平和をもたらしたのだ。己とは違う。奴もそう言ったな。だが奴は勲氏を残す前に死ぬことになる。勲氏とは死しても残るものだ。ああ、そうか。己の家は代々対馬を治めておるとか。確か先祖以来の城が北にあったのだったな。この目で見るのが楽しみだ。その間、己はここに一人閉じ込める。誉れでも食って、飢えをしのぐがよい。どうした、龍蔵？何があった？みんな揃った。菅笠衆を待つ。いや、先に小屋で待っておれ。ご加勢、叔父上もお喜びになります。我が一族の仇討ちはしばし見合わせる。弟子の巴を追うのもな。地頭をお救いするのが先決だ。お二人がおれば救出も手軽いでしょう。まずはご支度を直に仕掛けます。待つとするか。後で会おう。お主の弟子、敵に寝返ったと聞いたぞ。ざまあないな。今はよせ。年甲斐もなく若い女子と暮らすなど厄介の種でしかない。あれは娘のようなものだ。女子にとって父親など忌々しいものだ。だから酒は好かん。知ってるだろう。もう一度言ってみろ。賢治。おのおの方、潮時です。これより叔父上をお助けいたす。菅笠衆が誰一人来ておらぬようだが。しかれども、これ以上は待てません。策は終わりで、酒井殿。私が鍵縄を使って忍び込み、のろし術を破壊します。皆は大手門を破ってください。叔父上は主格に囚われておいでのはずです。城攻めに気づかれればお命が危うい。大手門から攻め入り、息肝を抜いてやればよい。いいえ、忍び込みます。それから死角を目指し、叔父上を救い、大手門へと戻り退却しましょう。死にに行くようなものだ。打ち入れば負けます。闇に乗じて忍び入るのが肝心なのです。さながら野党か。それか黒鵜殿。叔父上がお待ちです。いざ城へ。立派だったや。うまくいくと思う？行かせる。ここから登れそうだな。皆の元へ行け。城の中で会おう。気をつけるんだよ。
ます、叔父上。少しずつまず坂平を倒さねば。先生、賢治と大手門の番は心得た。ユナ、崖沿いの兵を始末しろ。任せときな。よし、橋で時を待て。誰か忘れておるぞ。あなたは私とこの先の猛虎の兵器、以前は大きな妨げでした。こたびは我らが使う。ここを抑えねばなりませんな。不意打ちするか、または突き破るか。お主が決めろ。ヒアリの扱いは試せばわかるさ。私が叔父上をお助けした後、追っておいてください。承知した。抜かるでないぞ。雅子殿も。ジン、坂平がいる。俺が先駆けだ。聞かせた手下が寝返ったのかもしれんな。人を獣物に変えるのが戦の常さ。この橋はよく覚えておる。この高さから落とされたんだろう。よく生きてたね。確かにな。門が閉じてる。門を守れ。俺は他の道を探す。崖を見て、向こうに渡れ。ネアンだな。そうだろう。中に入れたらすぐに門を開けてくれ。ユナの手がいるな。
る。待たせるね。備えろ、ワンペイがおるぞ。Итнэг холлос аднахаар шидэж ахиж харамвал одоо даснаад. ユナ、ここを守れ。俺は叔父上のもとへ。死ぬんじゃないよ。龍蔵。クロードの首を差し出せば褒美をもらえるとさ。お前、仲間が腹をすかしてんだよ。叔父上をお助けすれば召し抱えてもらえる。お前も武士になるのだ。そして死ねというのか、駒田での戦のように。龍蔵、叔父後にはお前がいる。あいつらには俺しかいない。昔の話だ。よせ、まだ間に合うぞ。変わったのだな。お前もな、クロード。共に故郷を救おう。今じゃもうこのもんだ。龍蔵、侍だ、侍がいるぞ。
ラ殿はどこだ。スカルタクソバケモ、手抜け。Самурай Эрбах Широн. Учи спери, тиме! Тарасы! このケメが。ご主上、ジンです。ジン、急げ。ウフ侍の子。ご主上、信じておったぞ、ジン。さすが忠志の息子だ。この身を尽くします、ご主上。だ。ハーンは豊玉に狙いをつけ北へと向かった。残された万兵は我ら二人に太刀打ちできん。加勢もあります。城を取り戻せる。共に勝ち時をあげるぞ。さあ行くぞ。猛虎を狩ってやろう。お供いたします。政子殿、無事であったか。おいごのおかげです。そなたを救うと言い通しておった。無理だと突き返したが、こたびは心得違いであったな。ありがたきお言葉。皆が無事でよかった。多くの同志を失ったがな。一族も。足立殿は武人としての最後を遂げた。敵を討たねば、全ての対馬の武士のためにも。お手が来るよ。我らにかなうものか。続け。死んでいった対馬の武士の敵、政子殿、一人も逃がせない。皆の者、よく働いた。やったね。城は取り戻した。ご采配の賜物です。お前がいたからだ。これより猛虎どもの花を明かし、コトゥンハーンに意思を返すとしよう。見せつけてくれるわ、武士の意地を。
そうな城ではないか。この門を開いてはくれぬか。同胞がくたびれ飯も食えず凍えている。門を開け、助けてやれ。飯をくれる約束だろう。分かるな。志村様が探してる。ハーンが城を奪ったらしいね。竜像を信じたばかりにみんな図られた。残ってくれたのだな。まあね。褒美について叔父上に話してくれ。志村様なら資格だよ。今でも島を出たいか。私の居場所はないから。お主がおると助かるのだが。志村様がいるだろう。何言ってるのさ。猛虎は兄弟だからな。志村様によろしく。必ずや藩を討ち取り、竜蔵も成敗する。奴らの首を城壁に掲げてくれよ。お前には期待しておるぞ。無論です。捕虜になった時、お前の所業を聞かされた。そのやりようは非道で誉れはないと。お救いするため仕方なく。分かっておる。深く感謝はしておるが、その道を歩もうとは思うな。我らは民を導かねばならぬ。まずは島を救おう。武士らしく。ユナの件ですが、私と叔父上を救ってくれました。あやつの望みは無事に本土に渡ること。船を一層やってもよい。我が城を取り戻した暁にな。ありがたく存じます。半時後に立つ。承知しました。
話を聞いて回るか。ジン。雅子殿、刺客の手がかりはいかようで。先は長そうだ。何名かは豊玉へ行ったようだが。いつでも加勢いたす。叔父上の城を取り戻す暁にはぜひお力添えを。もちろんだ。猛虎を一網打尽にいたそう。酒井様、守りは進んだか。ああ、いいえ、火事場が動けば間に合います。二人とも頼んだぞ。俺にお任せください。酒井、見事な戦いぶりであったぞ。先生のご助力があってこそ。して巴の消息は。明石まで猛虎に手を貸す弓取りの噂がある。巴でしょう。海岸近くの野営に赴き話を聞くつもりだ。では後ほどお供いたしましょう。志村様は何て。お主が城の奪還に手を貸せば本土へ渡してくださるそうだ。そんなの知ったこっちゃないよ。皆の命がかかっておるのだ。お主が武勲を立てれば道は開ける。よいな。さあ酒井、行くぞ。まことの武士だね。絞り取ることしか頭にないんだ。目指すは豊玉だ。橋は行けぬか。ならば森の古い隠れ道を使おう。行くぞ。叔父上、もっと早くお助けできれば。何を謝ることがあろう。もうこの非道な所業に叔父上の身を案じました。もう子供が束になろうと、わしの心は折れぬわ。やつは言葉を学び叔父上を生かした。その狙いは。本土を攻める折の助力を壊れた。褒美は富と権力に女だ。まさか鎌倉を裏切れと。あの侮辱だけでも生かしておけん。時にユナとはどのような女子だ。勇気と忠誠を備え腕も立ちます。なりわいは野党だと聞いた。卑しい身なれど義を知る女です。やすやすと心を許すなよ。龍蔵のことを忘れたか。厳しい戦になろう。味方が頼むに足るかを知らねば。私がお支えします。ユナも。かつてこの島は混乱を極めた。そこに秩序をもたらしたのは他でもない我ら武士だ。民に見せねばならぬ。我らが島のために戦えることをな。お前は一度故郷に戻り、殿下の鎧を受け継いではどうだ。私には時期尚早かと。亡き父も喜ぶぞ。この匂い。燃える木とムクロ。消えたものめ。伊豆原の村もここまでではなかった。わしに逃げられた腹いせということか。残る畑を守らねば来たる冬は乗り越えられぬ。どうにかせねば。もう子供。騎兵がいます。押し通れ。撤退。
猛攻。今のは金田の木で見た兵、ハーンの精鋭だ。北を攻めておったはず。かがり火台は敵の手に。再び火を灯し、ハーンに見せつけてくれる。民も喜びます。島中のかがり火台を全て取り戻す。どうぞ。大義を分かってくれたか。私はこの島を出る。タカも一緒に。まだ住んではおらん。参るぞ。かがり火台の火を灯し、金田の木の勝利は始まりに過ぎんと猛虎に示す。ハーメン、待っておるがいい。来てくれたのだな。見事な足止めであったぞ。当然の行いさ、志村様。お主のような武人が多くおればいいのだがな。その目を開かなけりゃ見つけるのは大変だろう。申したいことはそれだけか。我らはかがり火台に参らねばならん。槍川には兵が大勢いる。壁が抜かれてなけりゃね。かつて槍川家の反乱を収めた。わしは恨まれておる。知ってる。あそこで育ったから。だから盗みがうまいのだな。ユナはとても口の立つ女です。助力するよう説き伏せられましょう。よろしい。酒井と共に兵を集めろ。さすれば本土への船を調達してやる。弟も一緒に。元槍川で待っておれ。恩に切るよ。我らの意を示してくれる。ハーンに見えるでしょうか。見えるとも。志村の城を取り戻しましょう。そして猛攻を打つ。誇りある武士らしく。里に戻り、殿下の鎧を手に入れ、槍川を味方につけよ。わしは将軍様に援軍を請う。いかに下踏みを送るのです。わしの尻人を頼らねばならんな。ウムギ谷におる五郎という名の船乗りだ。では私が探しましょう。ならばわしは宿営で待っておる。離れることになるな。くれぐれも用心しろ。必ず生きて戻れ。
坂井様、牢に捕虜がおりました。僧兵のようでお話をしたいと。僧兵だと承知した。坂井様、おかげで命拾いいたしました。そうだと聞いたが。杉寺です。菰田の剣を耳にし、猛虎と戦うべく馳せ参じました。しかしこの地で会えなくも。なるほど、何があった？不意打ちに遭い、生け捕りにされ土牢に押し込まれました。飯もなく、一寸先も見えぬほどの暗闇で。まず常言が連れ出され、あやつの怒号が聞こえました。ほどなくして悲鳴に変わり、そして人が焼ける匂いが。その後奴らはついに私の兄炎上を。炎上、守り手の。そのような最期を竹木荘だったが。良き兄でした。お主は？ノリオと申します。この牢におりました。6人が入るかという大きさ。いいえ、10人以上いました。少し歩こう。見せたいものがある。豊玉からの旅路どうであった？口寺は無事です。赤島の楠氏の村も、産木谷も猛虎に抗っていると聞きます。敵は何千にも及びます。志村殿が戻った今、我らは勝ったも同然。戦に加わらぬか？杉寺の僧たちならばおそらく一日で召集できます。加勢により皆で猛虎を海へ押し合ってやりましょう。亡くなった兄君や僧兵皆の仇を取るぞ。仇討ちではなく平和のために戦います。我らは民を守らねばならぬ。楠氏を救うため赤島へ参ります。折を見て坂井様もいらっしゃってください。方針を紹介しましょう。島で一番の楠氏だと言われています。赤島で会おう。ノリオ、他の僧はどこだ？村の楠氏を訓練するため杉寺から来てくれたのですが、猛虎にさらわれたのです。村は無事なのか？方針が猛虎に従ったおかげで。抗う者は殺し、従う者に褒美を。奴らのやり口だ。手向えばよかったものを。村のためを思ったのだろう。いずれ猛虎は戻る。ただ時を延ばしたに過ぎません。そのために我らがおるのだ。どこへ行ったか分かるか？茶畑の向こうへ行きました。足跡をたどるぞ。仲間は無事でしょうか？治療ができるのならば生かしておくはずだ。猛虎は道理が通じぬ獣ですよ。ここを通って茶畑の方へ。調べてみよう。足跡だ。
沼の方へ行ったか。よし、方針とは長い付き合いのようだな。争わぬようにと兄をいさめてくれました。方針はどのような僧だ。佐護で流行り病のあった時、顔や手足が腐り、皆から見放された病人を進んで手当てするような男です。大した男ではないか。方針曰く僧兵は怒りに駆られていると。ですが私の薙刀は少ない犠牲で多くを救うもの、そこに怒りはありません。いました。お主は残れ、僧らが捕まらぬようにな。帰ったという侍はあなたか。方針はおるか。方針？いいえ。ですが取り逃した僧を猛虎が追っております。直に戻りましょう。酒井様、猛虎が来ます。ノリオ、生きていたか。お主ら下がっておれ。皆無事か。怪我人はおりません。方針は他の猛虎が連れて行った。ノリオ、奴ら方針のことや杉寺の名を知っていたぞ。酒井様、なぜ方針だけは別に。腕利きの屈指ゆえに使い出があるのだろう。口さかしいからかも。猛虎を怒らせたと。方針ならばあり得ます。そう答えをせくな。まず行き先を突き止めねば。では私が調べておきましょう。赤島の村で会おう。あまり気をもむな。